どうも、シュドです。さあ、今回はですね、月曜日から登場しているこのレジェンドボックスガチャに僕の大好きな選手がレジェンドで登場したので、今回はその選手使っていこうかなと思うんですけれども、まあ、この獲得済みの黒くなった選手の中に、今回使っていく選手は隠れてるんですが、まあ、僕の動画を普段から見てくださってる方なら多分わかってるとは思うんですが、はい、こちらの選手ですね、スティーブン・ジェラードということで、レジェンド版のジェラードが登場しましたね。まあ、レベマ総合値アイコニック・ジェラードに比べて3下がってる94と。で、まあ、身長は183センチで、まあ、適正こんな感じですね。で、能力値見ていきますと、まずオフェンスセンスが85を下回ってしまったと。ここはちょっと痛いかもしれないですね。まあ、レジェンドということで、やっぱりアイコニックと比べてしまうと、どうしても見劣りはしてしまうんですが、まあ、レジェンドこの単体で見ても普通に強そうな能力はしてるんですよね。決定力85あって、スピード89、瞬発86、ここもいいっすよね、普通に。で、キック力は完走してるし、フィジコンも91あるし、まあ、ボディコンもまあ75と最低限あるっていう感じで、スタミナ96。で、守備能力もぼちぼちありますし、逆足23のコンディション程度7。で、まあ、スキルは何も変わらないですね。まあ、相変わらずシュート系のスキルがかなり優秀かなと思います。でボックス2ボックスということで、まあ、僕は普段からジェラードをこの頂点 ST チェレフチェンコの頂点 ST で使ってるんですが、まあ、そのアイコニックとの使用感も比べたいので、今回はこの頂点 ST で使っていこうかなと思います。まあ、中盤で使っても全然いい能力はしてると思うんですが、まあ、やっぱりフィジカル強くて足そこそこ速くてシュート系のスキル豊富みたいなとこを考えたら、前線の方がねこういうタイプは輝くと思うので、まあ、皆さんも前線の ST とかで使っていただくことをお勧めしたいですね。ではまあ早速ね、試合でこのジェラードがアイコニックと比べてどれだけ通用するのか、どれだけやっていけるのか、僕もめちゃくちゃ気になるんで、早速試合の方やっていきましょう。はい、第1試合目マッチングしましたということで、お、ジェラード好調いいですね。じゃあデリフトここに入れて、まあこんな感じでいきましょうかね。ホワイトさんのスカットはこんな感じとなっております。はい、では対戦よろしくお願いいたします。さあ、いかほどのもんか、ジェラードさんしっかりと見せてください。さあ、まずは、はい、抜け出して、はい、抜け出して、抜け出して、ジェラード。いやー、惜しい、キャンベル強え。危ね。さあ、クルトは、ここ、ネドベド。はい。はい、一回奥飛ばして、さあ、ジェラード。さあ、いい動き出ししてるが、ちょっとパスは出せないかな、そこじゃ。はい。いやー、奥か、惜しいな。まあ、いい形は作れたな。さあ、ビエラ、ファビアン・ルイス。はい、ムバッペ、ジェラード。かわす。いやー、ファールでしょ。ないの？オッケーオッケー。まあ、今のかわしができるのはやっぱ素晴らしいね。まあ、ドリブルはそんなに落ちてないのかもしれん。まあ、ドリブルの数値も言って2、3ぐらいしか変わってなかったと思うし、他のボディコンとかは結構下がってるけど、まあ、ドリブルは普通にできんじゃないのかな。はい、来た。さあ、ミドル。いや、ナイス。しっかりいい位置にいてくれて、なおかつワンタッチでしっかり決めれると。まあ、決定力落ちたけど、まあ、あんま関係ないかもね。さあ、はい、ネドベド。こっちかわして、あー、いい位置、ジェラード神で、フライパスよ。フライパスの数値高いからね。いや、ナイスパス、マジで。いや、いいわ、ジェラード。いや、皆さんこれめっちゃ強いよ。普通に強い。まあ、アイコニック級かって言われたらちょっと難しいところはあるけど、やっぱ数値が下がってるからさ。はい、いや、でも抜け出しもいいぞ。いや、ナイスタッチ。はい、決めれる。いや、滑った。まあ、それはしゃあないわ。それは仕方ない。もう誰でも滑るからね。滑った時はもうほぼ外れるから、しゃあないでしょう。環境のせいにしよう。はい、ビエラ。はい、こっちムバッペ。はい、フォルラン、ジェラード。うん、あー、当たるか、キーパー。いい位置、キーパー。さあ、ジェラードに出して。それは無理と。まあまあまあ、前半は3対0か。いや、でもいいぞ。さあ、後半も頑張っていきましょう。まあ、前半はめちゃくちゃ良かったですね。3点とも絡む素晴らしい内容。マンオブザマッチ取れんじゃないこれ。さあ、こっちつけて、ムバッペちょっと持ちつつ、あ、ジェラード。こう、かわしたいね。ナイス。で、パス。で、もう一回。いや、来た。いや、ちょ、自由ベート強すぎ。いや、惜しかったっすね、今の。マジでいけたやろ、さすがに。さあ、ジェラード、ちょっとパス5入れて走らせて。はい、来た。はい、1個飛ばして、ムバッペかわして、はい、これで、こう左に出して、あ、ミスった。ちょ、待って、ちょ、今のはマジで俺がミスった。俺がミスった。オッケー、ループナイス。いや、今のマジでニアに打とうとしてファーに打っちゃった。ほんまミスった。オッケー、試合終了、処理中ということで、1試合目はギブアップですね。対戦ありがとうございました。さあ、2試合目やっていきましょう。ジェラードの調子は、お、好調いいですね。じゃあ、ここにラッシュフォード入れて、まあ、こんな感じでやっていきましょうかね。ホワイトさんのスカットはこんな感じですね。はい、では対戦よろしくお願いいたします。さあ、まあ、1試合目はかなりの活躍を見せてくれましたね。めちゃくちゃ強かった、普通に。まあ、4点入りましたけれども、まあ、2ゴール、1アシストで、1点は、フラパ、小フラで、
まあアシストのアシストみたいな感じになりましたね。いやナイスキーパー、あぶねー。まあアイコニックであれだけ強いんでね、まあレジェンドでも強くて当たり前でしょうよ。はい、ここビエラ、はいラッシュ、はいフォルラン、さあここパス、いやーナイスパス完璧。いやージェラード決めたい、ジェラード決めたい、うわくそー。はいここ拾ってあげて、はいビエラ、さあここどこにつけるかな、ジェラード開いたんじゃない、こっち、いや強い、いや強いわ通に強いわやべえ。ここ縦当てて、ジェラードいい動き出ししてるけど一回無視して、はいここ、はいジェラードナイス。いやポジショニングも得点力も神でしょ、普通に普通に十分強すぎんか。はいここ奪いたい、ナイス。さあ中畑縦ドンと当てる、はいこっちボンと蹴る、はいジェラード来た、はいワンタッチ目完璧、もうスピードに乗ってあとはアウトスピンで流し込むだけと、素晴らしい。おやおや28分で3点取っちゃったよ、これは普通に強いんじゃないか。はいここネドベド使ってフォルラン、はい動き出し、さあジェラード一回貯めて、はいフォルラン使ってあげると、でフォルランもここ流し込むだけ、いやーミスった、アウトスピン発動せんかった、やらかした。でも広い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 、いややばいやばい、カウンター食らう、これはカウンター食らう。ちょベディアシレでサイド見て、ちょファビアンルイス寄って、真ん中取ってきたところ取り切りたいけど無理か無理か、いやナイスキーパー。さあネドベド前向いて、ファビアンルイス一回こっち一回こっち当てて、ラッシュフォード使って、はいジェラード、はいはい、いやナイス強い、あ結構でも下がってきてんな今のところめちゃくちゃ寄ってきたな。アイコニックならそんなに下がってくることもなかったんで、やっぱちょっとオフェ戦が関わってんのかな。まだ 3-0 と、いやいいね。よし後半も頑張っていきましょう。まあハットトリック早々にしちゃったということで、ちょっと5点6点ぐらい目指していきたいな。さあラッシュフォードから、はいフォルランからのジェラード、こっからミドル入る、いや惜しい、ちょっとキーパー出てきたからあれやったけど、出てこやんかったら入ってたな。ライジング発動してたよね、しかも今ジェラードはね、やっぱライジングの発動率が結構良くて、まあキック力高いんでね、キック力完走してるんでめちゃくちゃライジング発動するし、ジェラードのライジングやっぱ気持ちいいんですよね。なんか現役のジェラードを、その現役時代のジェラードを彷彿させるようなシュート打ってくれるんで、そこがまたいいんですよね。いやちょっとキーパー出てよ、いやー決められた。まあちょっと1点取られちゃったけど、まあ、もう1点取って、まあ、もう1回3点差に持っていこう。はい、後半また見どころないタイプ？また点決められたし。まあ、ハーランドと、ムバッペ入れて、ザニョロこの辺に入れて、こんな感じでいきましょう。ちょっと後半の見どころが少ないな。いや、ちょっともうちょっと頑張ってほしかったけど。まあまあまあ仕方ない。やばいぞ。おい、ちょっと裏取られてないそれ。えぐくない？さすがにえぐくない？いや、ナイスプティ。あ、プティ神。素晴らしい。好き。大好き。はいここムバッペ、ジェラード、はい走らせて、ムバッペで独走すると思わせのジェラード、オッケーナイス。4点目よ。いやアイコニックでも普通になかなかないっすよ、アイコニック超え。いや能力値的にはアイコニック超えは絶対にないんやけど。さあもう89分か、もうあと1点取りたいけどな。危ない。さあビエラ、はいラファビアン・ルイスで、ハーランド、ジェラード、ここちょっと運ぼう。いやもうちょっと出すしかないか。ジェラード、ジェラード来て、ちょジェラードで取りたかったのに。いやいけるいけるいける、ちょジェラードいけ、ジェラードいけ、いやーかわせよー、惜しい。5点目取りたかったけど、まあ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 めちゃくちゃ強いな。はい、ではラスト3試合目ですね。ジェラードの調子はお普通ですね。ラッシュフォードとザニョーロ入れて、まあこんな感じでいきましょうかね。おやじさんのスカットはこんな感じですね。はい、では対戦よろしくお願いいたします。さあ1、2試合目はもうほんとめちゃくちゃ強かったね。でまあ3試合目も多分ねこの調子なら活躍してくれることでしょう。めげつないミドル決めて動画締めたいな。はい、ビエラワンタッチでジェラードへ、でジェラードもうここはスルーパスしかないか。いやいいパス、マジでいいパスで、ニアでズドンと、オッケー。まあ3試合目なんでちょっとまとめ的な部分も話していくと、まあやっぱドリブルもアイコニックとまあそんなに引けを取らないぐらいできるかな。
まあ、パスもそんなに数値下がってないんで多分変わらないと。まあ、決定力とポジショニングの部分ですね。まあ、決定力は、まあ、僕はまだそんな感じで出ないんですけど、まあ、多分下がってるだけミドルとかは外しやすくはなってんのかな。まあ、ミドルとかライジング持ってるんでその辺はカバーできる部分ではあるんですけど、まあ、数値的に見たら、まあ、下がってると、まあ、そこは使用感にも多分今後は出てくるでしょう。で、まあ、ポジショニングに関してはちょっとやっぱチェレフチェンコ、うわえ、そう、ポジショニングに関しては、まあ、チェレフチェンコの頂点で使ってる分にはやっぱり若干下がり目にはなってしまってると。まあ、オフェンスセンスの低いところ、え、なんでなんかよくわからん展開が2連続で続きましたが、まあ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 気を取り直して、何喋ってたか忘れたもん。あ、ポジショニングか、ジェラードの、そう、ポジショニングが下がってるみたいな、結構低い位置取るみたいな話なんですけど、まあ、オフェンスセンスが85を下回っちゃってるんでそこは仕方ないかなと思います。まだそんなに遜色ないんじゃないかな、やっぱ使ってる分には。まあ、多分目隠しして、目隠しっていうかレジェンドかアイコニックどっちかわからない状態で使ってもそんなに変わらんと思うな。さあ、ここ奪って、はい、ジェラード、あ、オッケー、今のもね背負いながらしっかりパスできると、そういうとこはねほんといいんですよね。さあ、ジェラード来たよ、はい、いや、いい。いや、オフかー。まあ、前半は2対1と。ちょっと面白い展開でしたね。やっぱ後半は、ミドル決めたいね。この動画ミドル決めたかな覚えてないけど。はい。はい、ラッシュ。はい、ザニオーロ。はい、ラッシュ。かわして、ジェラード。ジェラード。いやー、マルキー、邪魔せないで。来た。もうシュート。いや、ちょっとやばい、これやばい、危ねえ、ナイス。さあ、ここもうちょっとラストなんで、マジ点狙い、おー、危ない危ない、ちょ、マジで点狙いに行こう。77分、もう終わっちゃう。さあ、ジェラード出してワンパ、さあ抜けろジェラード、いや、ベッキンには勝て、ナイス、ミドル、えっ、やっぱこれ打てるのが気持ちいいよな。さあ、ラッシュからザニオ、ジェラード、こうかわしてスルーパス、オッケー、ナイスで、ラッシュ出して、ジェラード。ジェラード、ちょっと下げつつ、はい、ここかわす。はい、こっち。いや、ファウルでしょ？オッケーオッケーオッケー。もうこれはね、これはラスト決めてもらいましょう。本当はライジング打ちたいんやけどな。入ったっしょ、これ。来たっしょ。いや、オッケー、ライジング、うわぁ！じゃあ、まあ今回はですね、レジェンドジェラードを使ってアイコニックぐらいやれるのかどうか見ていきましたけれども、いかがでしたでしょうか。いや、僕的にはね、全然やれた。もうさすが今作向きの能力って感じ。まあ、身長183センチっていうところも程よくていいし、まあ、やっぱドリブルできて、パスもできて、まあ、決定力85しかないけど、キック力とミドルライジングあるんで、しっかり点決めれると。根幹もいいですね。で、まあ、やっぱフィジカルコンタクト91っていう部分かな。フィジコン91と身長183センチあれば、もう結構どんな相手でも抑え込めるし、まあそっからドリブル数値もある程度高いんで、キレのあるドリブルもできると。やっぱ使いやすいですね。足の速さとかもいいし、もう文句ない。レジェンドでも全然文句なかったです。まあライブアップデート B 固定なんで、これからの C 環境でもすごく使いやすいと思いますし、まあ、アイコニック持ってない人はもうマジで取りに行くべきですね。では今回の動画の結論を言いますと、レジェンドジェラードはアイコニックジェラードでしたと。さ、めでたしめでたし。はい、それでは今回ここで動画の方終わっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。